皆様こんにちは、土町でございます。すごい、もうここじゃん。本日はですね、どこに向かっているかと言いますとですね、前にアットコスメのイベントでこのパラミーっていうフィックスミストのポップアップイベントに出演したんですけども、そこからずっちはパラミーをずっと使ってまして、で2023年のベスコスにも出したぐらいよく使ってるんですけども、なんとですね、ずっちパラミーのイメージモデルになることになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イメージモデルになるということで、ズチは今からそちらの撮影に向かおうかなっていうふうに思っております。すごい楽しみだよね。まさかずっと使ってたらさ、イメージモデルになると思ってなかったから。中国の広告でもものすごく有名で人気高いフィックスミストになっておりまして、ここぞという時によく使っております。2パターン今回撮影するので、そちらの風景を皆様にお見せしたいと思います。では行ってきます。チュク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 。今ですね、撮影現場に到着しました。そしたらさ、ずっちさん肉まんとあんまんが大好きなのね。見て、しっかりあったの嬉しい。ありがとうございます。あとはね、マカロンとかもあるね。今から撮影に挑んでいきたいと思います。イエーイ。メイクを始めていきたいと思います。まずは白い衣装を着るみたいなので、こちらの衣装ですね、こちらを着ようと思いますので、それに合ったメイクをしようと思います。コスメのお仕事なので、メイクはそこまで濃くしすぎずに、商品が際立つようなメイクをしていこうと思います。まず1カット目はツヤ肌だからね。アイシャドウどうしようかな。どっちがいいと思う？どっちが匂い？キャシードールです。すいませんすいませんアンバサダーしてるもんねとチークつけてみたんだけど、アンニュイ、アンニュイかな。他のメイクを進めていきます。はい、今ですね、メイクが終わりました。そして今から部屋に入るんですけども、ゆうまさんと松浦さんでーす。松浦さんは最近スタイリストになりました。ここにインスタ貼っときます。じゃあ今からヘアお願いします。ゆうまさんがすっごいいい香りのフレグランスつけてて、私真似して買ったの。誰でもいい香りっていう。髪の毛のセットは絶対にゆうまさんがいいって言って、嬉しいです。今回のメーカーの方にも、この方だけ絶対嫌ですって言ってわがままを通していただきました。ゆうまさんをずちが見つけたのがインスタで見つけたんですよ。あ、そうだったんですか。はい、もうすっごいずちのタイプなヘアスタイルだと思ってすぐに予約したのがきっかけです。こちらで完成しました。いかがでしょうか。可愛くないですか。ヘアセットもいい感じです。全身白、白シャツ着ることでなんかちょっと斬新、新鮮か、新鮮ですよね。では今から撮影をしていきたいと思います。撮影風景もお見せしたいと思います。ではレッツゴー。カチャ。お、すごい。お、すごい。あ、これすごい。かけてくれる。これで YouTube ライブもできるんだよ。素敵。かわいい。かわいい。あら、綺麗。大変美しいです。はい、十分存じ上げております。めっちゃ強い。
ありがとうございます。負けてない。いいんだけど。すごい、この辺めっちゃいいよ。すごい、この辺がいいと思う。これいいんじゃない。これにしようか、うん、これにしましょう。これにしよう。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。どう、ホワイトの本は。ホワイト、I love it。 めっちゃ可愛い。すごくいい。1カット目終わりました。いやー、白い服皆様いかがでしょうか。なんか新鮮な感じがして、すごい自分的にも満足のいく撮影なんじゃないかなというふうに思います。次が、黒いパターンなので、お着替えしてメイクを直して髪の毛も直していただきたいと思います。イエーイ。すごい、ケータリングが美味しそう。何お弁当食べようかな。すき焼き弁当、 A5 ランクのお肉らしいです。やばーい。ハンバーグ弁当でしょ。どうしよう、じゃあすき焼きにしようかな。すき焼きじゃいただきたいと思います。毛穴がちっちゃくなりそうですよかった、冷たくて。メイクも落とし終わりました。じゃん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 。ということで、今から2カット目のメイクを始めていきたいと思います。次がイメージがマットの、メイクなので、もう少しさっきよりも凛々しく男の子っぽい感じでお願いしますと言われましたので、そんな感じでメイクを進めていきたいと思います。レッツゴー。ファンデーションも割とマット系のやつ使っていこうかな。さっきはツヤのやつを使って、ミストもツヤのやつを使ってたんですけど、次は完全マットな仕上がりしていこうと思います。メイクするとき顔触るから、まずは顔の上半分だけベースメイクを仕上げちゃいます。前まで顔上半分下半分で分けてて、それがちょっとめんどくさくて全顔でやってたんだけど、やっぱり顔上半分下半分にした方がやっぱ仕上がりとかすごい綺麗なんだよね。アイシャドウとかさ、結構乗せるとここら辺ちょっと粉直しとかするじゃない。それとかもないから、最近はもう上半分下半分復活させてます。てことで、レッツメイクアップ。さっきのツヤタイプのファンデはリキッドだったんだけど、次はクッションにします。眉毛どうしようかな。少し濃いめにしようかなと思うんだけど、どうしよう。少し濃いめにして、かつちょっと透明にしようかな。これがアイブロウワックスだから、これでちょっと眉毛の立体感も出しちゃおうかなって思います。しかもさ、こんなにさ自然に色つくの可愛くない。これしたら次アイシャドウかな。アイシャドウどうしようかな。ちょっとね、さっきはピンク系の色を使ったので、ピンク系にもオレンジ系にもならない色とか使おうかな。もう少し眉毛太くするか。あ、でもこんぐらい暗くていっか。暗くてこの太さでいっか。 OK、 これでいこう。はい、今髪型セット終わりました。いかがでしょうか。どうですか。かっこいい。ほら、だって全方位、全方位完璧ヘアですよ。ここね。あ、ここはちょっと内緒のポイントですね。360度、うん、素敵なんだよね。でも自分的にはどう。5000点満点。素晴らしい。撮影にまた行きたいと思います。お願いします。お願いします。フィックスすぎない。いい感じ。いいね。すごい。韓国アイドルコン。素敵。どう、ツールック目は。かっこいいね。最高よ。照明カット。はい。
かっこいい。いい感じ。え、動画出てるの？出てる。めっちゃいいよ。あ、いいね。オッケー、ありがとうございます。なんか曇ったの？はい、今2ショット目が終わりました。今休憩に入ります。どうですか皆様、かっこいい？かっこいい、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 ありがとうございます、ありがとうございます。ということでちょっと休憩します。ああおお、とてもいいよ。とてもいい。まあ、あなたとても上手だね。ちょっとこっちにもちょうだいよ。やりません。こっちだけのお楽しみです。でもあなたさっきとても上手にできたから、こちらのカメラでも一つやってもらった方がいいかな。恥ずかしいんだけど。全然、全然よかったよ。ダメだぞ。レンズの大きさが違うから。そうですね。大きいレンズじゃないとやりたくない。ああ、なるほど。さすが。でまた次髪型どうしようかって言ってる。もう次はじゃあ A40 でお願いします。A40 で、はい。フィールド姿で、はい。マフラーを巻きたいので。向こうは OK。うわ。これうち使えないんですか。うわ。かわいい。かわいい。ありがとうございます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 。終わりました。ファイナリー終わりました。初めての撮影でしたね。こういう薄い素を生かしたちょっとなんていうのかっこいい系というか、いつもはなんかゴージャスで美しいって感じなんだけど、今回はどこか儚い感じというかアンニュイな感じっていうか、そんなような表現できたので、なんかすごい面白い撮影だったなっていうの思いました。皆様ありがとうございます。とても楽しい撮影でした。皆さん見てみていかがでしたでしょうか。今回ね、ズチがいろんなところに多分貼られると思いますので、もし見つけた場合はズッチに教えてください。ということで本日の動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。あと SNS のフォローお願いいたします。それでは皆様また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。